おい陰キャ、もっと早く歩けよ。無理だって、こいつこれで限界だから。ああ、そりゃ悪いこと言ったな。僕の名前は大城英治。弱な性格のせいでクラスの陽キャグループから目をつけられ、最近ではすっかり暇つぶしのおもちゃ扱い。休み時間や放課後などにつきまとわれるようになり、こうしてバカにされる日々を送っている。あー腹減った、ワック寄っていこうぜ。いらっしゃいませ。混んでるな、テイクアウトすっか。おいエイジ、並んでこいよ。あー、うん。今日も相変わらず悪男たちの言いなりだ。嫌なことは嫌だとはっきり言わなきゃいけないって分かってるんだけど。じゃあラッキーセット3つな。え、注文だよ注文。お金は。んなもん後で払うから黙って注文してこい。え、でも。なんか文句あんのか。いや、なんでもない。後でって本当に払ってくれるのかな。あれ、あのレジの店員ってさ、月山葵じゃね？ああ、あいつここでバイトしてるらしいぜ。月山葵さんはうちの学校で有名な陽キャ女子で、隣のクラスの僕ですらその存在を知っている。ちょっとギャルっぽくて話しやすいところがいいと男子の間で評判だ。まあ僕は一度も喋ったことないんだけど。ああ、そうだ、面白いこと考えた。おいエイジ、お前月山にあなたをテイクアウトさせてくださいって言ってこいよ。え、それこないだ YouTuber がやってたネタだよな、めっちゃ見たいわ。だろ、ナイスアイディアだよな。エイジ、今日の小テストいつもより点数低かったし罰ゲームな。そんな、ちょっと待ってよ。いいからやってこいって、空気読めよ。いらっしゃいませ、店内でお召し上がりですか？お客様？テイクアウトで。お持ち帰りですね、かしこまりました。ご注文をお願いします。はい、ラッキーセット3つと、それと店員さんを。はい？店員さんをテイクアウトさせてください。ん？あいつマジで言いやがった、傑作だわ。なるほど、そういうこと。わかった。いいよ、シフト終わるまで店で待っててくれる？どういうこと？なんで OK なの？テイクアウト、テイクアウト、テイクアウト OK。 ああ、OK された？うん。それで待つことになって。お前な、嘘つくならもっとマシな嘘つけよ。いや、嘘じゃ。悪い、そんなやつほっといてカラオケ行こうぜ。おう。大城くんって言ったっけ？隣のクラスなんだ。うん。それよりさっきはごめん、迷惑かけて。いいよ別に、驚いたけど迷惑とまでは思ってないし、それに悪男たちに一泡吹かせられたしね。月山さん、悪男たちのこと知ってたんだ。知ってるよ、悪い噂ばっかり聞くもん。私の友達もいろいろ言われてるし。いつも偉そうにして人のことバカにしてるでしょ。私ああいう曲がったこと大嫌い。さっきのだってあいつらにやらされてたんでしょ。大城くん、いつもあんな扱い受けてるの？はっきり嫌だって言った方がよくない？本当は言いたい、でも勇気が出なくて。人と話すのも苦手だし。月山さんは自分の意見をはっきり言えてすごいね。堂々としてるし、僕なんかとは大違いだ。どうやったらそんな風になれるんだろう。そっか、大城くん悩んでるんだね。なんかごめんね、無神経にズケズケ言っちゃって。いや、月山さんは悪くないし。でもどうやったらか。人と話すのが苦手なら慣れる練習するしかないんじゃないかな。あ、そうだ大城くん、よかったらうちでバイトしてみる？バイト？ちょうど募集してるしチャンスだと思うんだよね。無理だよ、そんな僕が接客なんてお店に迷惑かけるだろうし。もちろん大城くんが嫌なら断ってくれてもいいよ。
でも大城くん、変わりたいんだよね。これってチャンスじゃないかな。大城くんも高校生活、このまま過ごすの嫌でしょ。人と話すの苦手なら、やっぱり慣れるしかないよ。私もこのバイト始めてから、喋るの上達した気がするし。変わるチャンス、ここで断ったら、一生今のまま。なんか文句あんのか。わかった。やってみるよ。思い切って挑戦してみる。おお、いい返事。その元気があればきっとこなせるよ。あ、でも面接が。大丈夫。私の知り合いって言えば大抵は受かるからさ。そうなの？そんなこんなで僕は月山さんと同じ店でアルバイトをすることになった。最初は慣れない接客業でミスも多かったけど、月山さんのフォローや自分でも努力を重ねた結果、少しずつ慣れていくことができ、数ヶ月後にはすっかり一人前のクルーとして働けるようになっていた。休憩いただきます。はい。あ、お疲れ様です。おいっす、お疲れ。あれ、月山さん勉強中？そうなの、この問題集終わらせないとでさ。真面目なんだね、バイトの休憩中に。私大学行きたいんだよね。月山さん進学希望だったんだ。一応ね。でも行くなら絶対国立じゃないと無理なんだよね。うち貧乏だから。え、費用のこととか考えたら国立じゃないと厳しいじゃん。でも家計のこともあるからバイトしたいし。そしたら全然時間足らなくて成績ギリギリ。月山さん明るくて友達もいっぱいいて悩みなんてなさそうなのに。だけど苦労してたんだ。人って見た目だけじゃわからないものなんだな。あの月山さん。ん？これ参考書、わかりやすくておすすめだからよかったら。え？貸してくれんの？マジ？ありがとう。大城くん、めっちゃ頭いいじゃん。え？これ、中間テストの順位表挟まってた。学年1位って書いてあるけど。え、ああ、なくしたと思ってたやつ。ねえ大城くん、私に勉強教えてくれない？次の期末テスト本当にやばくて。え、でも僕が勉強教えるなんて。そんな、バイトの休憩時間だけでもいいからお願い。行くなら国立じゃないと絶対無理。うち貧乏だから。わかった。バイト紹介してくれたお礼もしたいし、僕なんかでよかったら。マジで助かる、ありがとう大城くん。こうして僕は月山さんの勉強を見てあげることになった。最初はバイトの休憩時間だけのつもりが、気づけば学校の休み時間やバイトのない放課後、時には休日にも勉強を見てあげることになった。そうして今まで以上に一緒の時間が増え、どんどん距離が縮まっていくのを実感していた。ありがとうございました。またお越しください。大城くん、明るくなったね。え？ちゃんとお客さんの目を見て話せてるし、声も前より大きくなったし、いい感じだよ、その調子。ありがとうございます。店員さん、ちょっといいですか？あ、はい。いい感じか、嬉しいな。なんだか自信がついてきた気がする。お待たせしまし。あれ、さっきのお客さん外行っちゃった。よう、エイジ。ずいぶん楽しそうじゃねえか。悪お。放課後見ねえと思ったらこんなとこでバイトしてたとはな。昼休みもこそこそいなくなるし。お前最近月山と仲いいみたいじゃねえか。ふん、面白くねえんだよな。陰キャごときが浮かれやがって。お前バイトやめろよ。どうせ接客なんて向いてねえんだし。月山の周りもうろちょろすんな。あいつは俺が狙ってんだから。ただまた僕は悪男の言いなりになるしかないのか。またいつもの僕に元通り。いや、そんなの絶対に嫌だ。おい、聞いてんのか。嫌だ。あ、今まで黙って言うこと聞いてたけど、これからは違う。嫌なことははっきり嫌だということにしたんだ。
僕は月山さんと離れるつもりもバイトを辞めるつもりもない。もう僕に付きまとうな。てめえ陰キャのくせに。店長こっちです。やべえぞワルオ、誰か来る。くそ、大城くん。月山さん、今のワルオたちだよね。大丈夫だった？うん、ありがとう。緊張して腰抜けちゃったけど。すごいね大城くん。え、やったじゃん、ワルオにはっきり言えて自分を変えられたじゃん大城くん。月山さんのおかげだよ。え、私？言いたいことをはっきり言える月山さんに憧れてたから、僕も月山さんみたいになりたいと思ったから、だからこそ変われたんだと思うんだ大城くん。あとしげるなんかよりクレーム言ってくるお客さんの方が怖かったなって。ピクルス抜けつってんだらん。クレーム客ってかっこよくなったじゃん大城くん。嬉しかったよ、私と離れたくないって言ってくれて。うん、聞いてたの？だってあんな大きな声店まで聞こえてたよ。ちょっと待て月山さん、あの言葉は。翌日学校へ行くと、ワルオたちのことがクラス中で話題になっていた。どうやら昨日の一件を偶然目撃した生徒が学校側に報告したらしく、普段から悪評の多かったワルオたちは呼び出しを食らったそう。おそらく停学になるだろうとの噂だ。そして僕と月山さんはというと、寒い。もうすっかり冬だね。ね、今から図書館で勉強しない？今日は数学を教えてほしいな。いいよ。月山さん数学苦手だもんね。うん、あ、ごめん怒った。違う、呼び方また戻ってる。付き合い始めたんだから名前で呼んでって言ったでしょ。ごめん癖で。まあ。図書館まで手つないでくれたら許してあげる。もちろん。そう、僕と葵は恋人同士になった。きっかけは罰ゲームという最悪なものだったけど、あの時テイクアウトさせてほしいなんて言った相手とまさか付き合うことになるなんて、きっとあの頃の僕に言っても信じないだろうな。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。